今日はフォートナイトの世界に遊びに来ました。今日もね、みんなと一緒にジーモッド人狼やっていくと思うんで、早速ね、今日のみんな一緒に紹介していきたいと思います。あ、ヨロちゃんだ。んヨロちゃん、今日は何するの？こんにちは。こんにちは。今日は人狼やっていくよ。お、ヨロちゃん危ない。あーつーヨロちゃん大丈夫か？あ、ベガス、やべえ、やっちった。お前が犯人だったの？無免許だわ。やっちったこれ。じゃあエロちゃんの分も、待って、エロちゃんの分も挨拶してけよ。エロちゃんの分も。じゃあ3人目のね人が多分この辺にいるらしいんで、この辺も見ていきましょう。あれ、この辺にいるって聞いたんだけど、あ、まるちゃんだ。いらっしゃい。よろしく。よろしくね。どういう曲のセレクトなのそれ。おーおー、エロいよ。あー、危ない。YouTube の規制かかるから、今日はよろしくね。よろしくお願いします。まあ4人目なんだけども、今回ね、また新しい人がいるってことで探してみたいと思います。この辺にいるって聞いたんだけど、あれ、これバレてないよね。行くぞ。はーい、どうもカーティーでーす。よろしくお願いします。めっちゃ見えてたけど。バレた。めっちゃ見えた。だけど、今日よろしくお願いします。あ、ちょっとまだこのゲーム慣れてないんでね、ちょっとそこら辺の判定がわかんないんですけども、ま、頑張ってやっていこうと思います。よろしくお願いします。このマップにめちゃくちゃ染まってるけどね、そのスキン。いや、でも自分、フォートナイトほとんどやったことないんで、そうなんだ。わかんないですけど。フォートナイトも Gmod も初心者ってことで ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、もう結構みんな紹介したけどね、さっきからね、バルタンが見つからないんだよね。ここら辺に。お、バルタン、バルタン大丈夫か。バルタンが死んでる。バルタン。バルタンです。よろしくお願いします。Gmod 人狼ルール説明。 Gmod 人狼は村人チームと人狼チームに分かれて争うゲームです。村人チームのうち1人は役職探偵が振り分けられます。村人チームは2匹の人狼を全滅させれば勝利です。探偵は操作に便利な武器やアイテムが使用可能となっています。人狼チームは村人チームを全滅させれば勝利です。トラップやロケランなど便利なアイテムが使用可能となっています。そして今回の役職振り分けとメンバーはこのようになっています。今日は人狼2、探偵1、村人3です。探偵 3？ 探偵1、村人3です。探偵3はやばすぎだろうがよ。なかっただろ今まで。そんなのどうすんね、探偵3もいて。どう勝つんだよ。でもさ、探偵とか言ってさ、今まで俺ら出してきてるけどさ、探偵したことないよね。そうだよ。え、何これ、真面目に推理したことあるって。真面目に。カーティーさんじゃん。村人、一回落ち着いた方がいいよ。え、待って、なんかあって言ったんだけど、これさ、カーティーさん探偵だった瞬間死んでね。あー、落下死ですね。やってるな、絶対に。やってるだろ、これ、おい。しょっぱなね。やっぱ探偵ネタでいじったせいで、緊張しちゃったな。ごめんな、カーティーさん。あの第1ラウンド何もできず死体で始まるっていうさ、最悪なスタート、ごめんな本当に。しかも結構目立つとこで死んでるもん。そう、何してんのよちゃん。何してんの。いや、ネクロマンサーになりたくて。あ、そういうこと。ネクロマンサー、そう、操り人形的な感じね。ナルトでもいたじゃん、なんだっけ。うん、そういうことです。俺が探偵引き継ぐか。熱っ！うわ、危ねえ！当たってないし。大丈夫？何今の？今ベガスが動かした。絶対ベガスが今動かした。判定があるとこいないもん、全然。いや、でもベガスさっき乗ってったけど、今乗ってないから多分違うよ。あ、さっき乗ってないよ。ああ、すごい、すごい。すごい。あ、マルちゃんはね、違う。でもマルちゃんじゃないね、確かに。犯人見つけたわ。武器探索して。犯人誰？え？大丈夫か？ガティ！大丈夫か？とんでもない。これが洗礼か。助けるぞ今。これが、助けてくれ。乗せてる。やば。乗せてる。やば。カーティ、大丈夫か？えぐいでしょ、どう考えてもそれは。
いや、いいのこれ。許されるのこれ、カティのファンにこれ。なんか、爆発しそうぞ。なになんか俺、ダメージ食らったんだけど。熱っ翔介、翔介。翔介とベガちゃんだね。人狼誰だ誰だ出てこい。え、透明になったぞ、誰か。え、え、あ、爆発してる。誰だ、人狼。いでででで。お、爆発してる、爆発してる、爆発してる。なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる。誰かが撃ってるぞ。みだ、ちょっとみんな喋んなくなっちゃってるぞ。あぶな。処方エロ。いや、これマルチだ。いっと。チャーイ。どこにいたんだ。待って、このさ、新武器のさ、この FN。あー、それめっちゃ、なんかすごい。やばくないこれ。それめっちゃ強いね。これね、人狼ギミック多いから気をつけないとね。確かに。2回も引かれることないからね、なかなか。ないね。人生において。2回も引かれることあるないでしょ。はい。引かれたことある、ね、あるわ、俺。あんのかお前あんのかいあ、俺もね、見たことあるかな。あの、小学校の頃、あの、軽トラで小指引かれたよ、足の。なんで俺と同じ引かれ方してるの。いや、マジ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 。俺も小指だけ引かれたことある。俺が、俺が拾う。そう、ガチで小指だけ引かれた。あ、待って、カティ、あ、でも探偵だ。これ、なに、これ何、これ、これ、これ、シーキーで、シーキーで買うんすよ。シーキーでアイテムを。アイテム買う。そうっす。はあ、探偵が使えるアイテム。そうです、そうです。おー、なるほど。レーダーとかを買うと、なんかいろんなとこにいる人がわかるし。はいはいはい。バルタンが持ってた赤い、なんかデザートイグみたいなやつは、人狼は一発で倒せて、うん、人狼しなかったら自分が死ぬっていう。へぇー。じゃあ、実質、それで調べられるみたいな。そうそう、自分が死ぬ代わりに、そいつが、はい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 。自分が死んじゃうけど。それどれですか？なんかゴールデンイーグルってやつですね。へぇー。カティさん、ごめ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 ん。バルタンだ、バルタン。オッケーオッケー、バルタンやった。このパターン多分エロちも死んでんの。エロちゃんいるよ。あ、いるないよ。あー、オッケー。で、バルタンは死んだ。で、人狼だった。怖えな。いい武器持ってんじゃん、それ貸してよ、バルちゃん。やだよ、自分で探してこい。いった。あ、熱っ。なに？あ、こいつじゃね？え？お前、女の子。引かれた、引かれた、逆に。おい。おい。おい。あったんな、この字。これクソ強。それめっちゃ強い。よーし。鍵かかってんだ、これ。僕探偵だ。僕探偵の新アイテム使っていい？いいよ。で、ディテクティブスパイカムってやつ使っています。ディテクティブ、ディテクティブスパイ、スパイカム。これは、なんか、当てた、銃を当てた相手、今回はじゃあ誰にしようかな。カティさんに当てて、そうするとカティさんの視点が左目に映るんですよ。はい、あー、要はあれか。ずっと見ちゃうってこと。そうです、あのサイレンの、はいはいはい、視界ジャックね。視界ジャックみたいなのが今僕の手で。それめっちゃいいじゃん。映ってます。もう自分村人だからそんな意味ないよ。いや、これで意味ないよ。君が人狼だったらもう丸分かりだ。意味ないよ。ずっと追いかけてあげる。やだやだやだ。ずっと追いかけてあげる。左目で映るのやだ。左目にずっと僕が映るのやだよ、これ。あー、そう。ああ、やだやだやだ。ああ、バイバイ。なんだ、誰断末魔。あの、落とし穴、落とし穴、落とし穴。落とし穴？死んだらしい。これでもさ、死体チェックできないのきついよな。ああ。でも探偵だよ、探偵。俺でもいいよ。でも近くにいて、え、これって近くにいなきゃ押せないの？そうだね。落とし穴って。ってことはカティさん怪しくないか？いや、違う。いや、
それ見られてるから、ね、見られてるから奪われそうになったからつって。でもそしたら多分ショボスケさんカティさんカティさんって言うと思うから。いや多分でもこいつ3、2、1噛むくらいだからそんな言えないよ。無理無理そんな。いやでも自分違います、自分違います。場所的に見えてたのは多分ベガちゃん。あ、俺も多分見えてたと思う。ベガちゃんはなかった。うん。これ使おう。ここは離れよう。怪しいな。アックス。怖いな。近寄らんとこ。マルちゃん違かった今のは。うん。ワイ村人やで。え、だからって近づかないで。近く。あん時近くにいたのは。マルちゃん死んだ。え？マタファ？カティ！カティって言ってる。なになになに？俺じゃないよ。俺じゃないよ。やっぱり邪魔だったが消したのか翔介を。もう苦しいわ。誰？待ってベガス？ベガスどこ？あれもうわかんない。わかんない。ベガス殺したんじゃないの今？あれ？あいないいないか。わかんない。死体が殺したんでしょ？え、これめっちゃ撃ってきたら、もうカティさんだ、カティさん。やべえ、え、これ違うの？え、これ違うの？いや、これは違うよ。でもそうでしょ。絶対。違う違う違う。だって俺。近くいたもん。いや、だって、あいつ赤ちゃんだよ。俺ちょっと成長した赤ちゃんだから大丈夫。あ、そっか、大丈夫か。オッケー。うん、大丈夫だよ。あ、よかったよかった。よかった。待てよ。大丈夫。大丈夫じゃねえだろ。お前人狼だろうが。ふざけんじゃねえ。いや、俺人狼じゃない。人狼じゃない。あ、本当に？信じていい？じゃあ。うん。え、でも本当になんか人狼じゃないっぽい、あのゴリラ。こんなにやる気ない人狼いる？本当かな？ベガちゃん生きてる説ないか？なんで？ずっと黙ってる？だって死体がまずないかわかんないよね。そう。で、死体があってもそれ触んない方がいいかもしれない。ああ、びっくりした。びっくりした、もう。顔でかいわ、お互い。ごめんなさい。お互い本当顔でかい。本当にびっくりした。撃っちゃったから。だって、その二人が人狼っていう説はないか？君たち。まあ、ここ LINE はできてますよね。なるほどね。まあ確かにバルタンは白目に見てます私。俺カリウダ使用します。どういうこと？なんかやばい声しない？やばい声してるんだけど。やばいよな。俺アメリカ住んでたことあるけどこんな声聞いたことないわ。ベガス生きてたよ。え？ベガス生きてる。あ？生きてるよ。どこで？え、今建物の中にいた。あ、じゃあ、ベガちゃんじゃん。ベガちゃんが多分、生きてんだ。ああで、カティさんに懐いつけようと思って。なるほどね。俺、白目に見てるぐらいしか知らないんだけど、用語。え、やり合ってんのもしかして。あー、ベガ！何やってんの、カティ。うん、やばっ。この激戦区か。あ、これ、エロちゃんも鬼じゃん。あ、違うのか。うん、全然違う。見る？うん、見る。ちょっと。どこだ今一回死体になってくんないかな。あ、いいよ。一旦。うん、一旦ちょっと、和平。どこいる？あ、いた、ベガ、あ、ベガちゃんだ。エロちゃん、しょ。ああ、あれあれ。じゃあ、ちょっと証拠落とすわ。証拠、ちょっと来てくんない？俺が人間である証拠落とすわ。うん、こっち来てくん。うん、いいよ。うん、ここで、ちょっと。何回？ん？あ、これ？ああ、ここで。うん。わかった。じゃあ、まずこれです。あ、それと、ああ、なるほど。うん。それで、まるちゃんを倒しました。あ、それで、まるちゃんを倒したの？そうです。ああ、これ、え、これは、村人のやつかな？ん？村人のやつ、これ。え、違う。は？どっちだ？どっちだ？あー、わかりましたけど。え、なに。ラムガでしょ、今の。ちょっと。負けたんだけど。完全燃焼だな、ふざけ切ろうや。ドラム缶？あ、ドラム缶が爆発したの。そう、ドラム缶、撃った。あ、そうなんだ。